はい、マッソーゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらポケモンソードパート27やっていきたいと思います。まだパート1からパート26見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいをしていきたいと思います。今僕がいるのはこちら、シュートシティにいます。で、前回がですね、このナックルシティのね、ナックルスタジアムの屋上で無限ダイナと戦いました。まあ伝説のポケモンがね、手助けに来てくれて、まあなんとか無限ダイナを捕まえることができたんですが、その3日後ということで、いよいよね、このね、シュートシティで、シュートスタジアムでチャンピオンと対決ということになりました。チャンピオンに勝ってポケモンのチャンピオンになるぞということで、やっていきたいと思います。では行くぞー、レッツゴー。お、ついに決勝だ、マッソ選手ってみんな言ってくれてるけど、よし、じゃあシュートスタジアムへ行こう。行け、アマガー。よーし、なんだなんだ、あ、マッソ選、マッソだーって言ってるね。いよいよ決着、どうしよう、ドキドキする、応援してるぞ、どっちも負けるな、ゴーファイト、素敵、サインください、マッソ選手頑張るぞ。すごい、みんなが応援してくれてる。よし、チャンピオンとの決勝戦、チャンピオンマッチですね。ダンデさんに挑まれますか。勝ちます。ではユニフォームに着替え、バトル工程お迎えください。いやー、ついに来たー、ダンデ我らのチャンピオン、おー、マスオーということで、ずっと旅してきたね、チャンピオンを夢見て旅してきた集大成が見せられる時になりますね。勝ってチャンピオンになるぞ、みんな見ててくれ。おお、出た、来た、ん、俺の試合はいつも満員になる。だが、スタジアムのみんながこれほど熱狂しているのは初めてだ。みんなが3日前のマスオの大活躍、無限ダイナを捕らえ、ガラル地方の未来を守ったことを知っているからな。伝説のポケモン、ザシアンとザマゼンタと共に戦った英雄、俺の無敗記録を伸ばすのにもってこいのチャレンジャーだぜ。最強のチャレンジャーの強さを引き出した上で、圧倒的に叩き潰してこそチャンピオンの強さが際立つ。さあマスオ、ガラル地方の歴史に残る、いや、ガラルの未来を変える極上の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。かっこいい。おお、いよいよダンデとの戦い。チャンピオンのダンデが勝負を仕掛けてきた。すごい、ギルガルド、なんだこいつは、鋼っぽそう。観客を熱狂させるのもチャンピオンが果たすべき役割。音楽がやばい、バックオンパ、何、効果がない、バトルスイッチ、なんだこいつは、シャドーボール、ノー、つ、え、めっちゃ強いんだけど、オーバードライブだ、いけー、お、やった、倒せた、危なかった、やった、マスオレベル上がった。オノノクス、なんだオノノクスって、音楽がさ、めっちゃいいね。
秀吉、君に決めた。モノノックス、恐竜じゃん。型破り、ドラマアタック効きそうじゃない？行け、ドラマアタック。激凛だと。あー、行け、ドラマアタックだ。ほら、クソ、今一つか。ただこれで素早さが下がったところで、ガムシャラ HP を同じにしてやる。よし、お、混乱した。よし、ここでストリンダー、君に決めた。よし、これでとりあえず爆音波で倒せるだろう。何、回復の薬だと。ちょっとまずい、タイプ良くないかも。相性いけー。おお、もう一発いけー、ストリンダー。よかった、素早さを下げてたおかげでなんとか倒しきることができた。秀吉頑張ったから。燃え尽きる、何燃え尽きるって。全身の炎を、全身の炎を全て燃やしてダメ、自分の炎タイプがなくなる。こんな技あるんだ。焼き尽くすより使うんじゃないかな。どうだ、どっちの方がいいのかな。まあちょっと覚えてみよっか。ちょっと後でね、もしかしたら技変えるかもしれないですけど、ガマゲロゲ、このままだ。ハハハハ、俺の電気を食らうがいい。オーバードライブ、ラー、効果がないんかい。タイプ、ポケモンがわからないから。効果抜群を狙い、勝利を手繰り寄せる。くそー、あー、本当だったら秀吉で行きたかった。何がいいんだろう。ここはマスオ、君に聞か任せた、決めた。アイアンテールでとりあえず倒す。でタイプ大丈夫じゃないかな。いやでも暴風の方がいいかな。暴風いけ、ほらアクアブレイク。よしよしよし、今一つの戦いだったらまだいい。アイアンテール、何、当たらなかっただと。やばーい、大丈夫だ。アイアンテール、これを食らえば。なんでー、あー、やばいよー、やばいよー、アイアンテール行け。全然食らわねー。あー、やばい、毒が。こうなったら噛み砕く、行け。あ、まだマシだ。やばい、ここはやばい。あー、2、ここはアイテムを使わせてもらうぜ。なに、なに、回復、回復ない、回復すごいのやつしかない。じゃあこうなったらもう戦い合うぜ。暴風
ノー、あーマスオやられた。こうなったら行け、トゲキッス君に決めた。よし、エスパー系だったらどうだ、サイコキネシス行け、あとちょっと、痛い、サイコキネシス行け、よし、何度か倒せた。相手は残り3体か、ドラパルト。こうなったらドラパルト対決や。どっちの素早さの方が高いか、攻撃力の方が高いか。よし、俺の方がレベルは高い。そしてドラゴンアローで一発だ、いけ一発。そして効果抜群、君たちなら当然の攻撃だ。もう一発、よし、ドラパルト対決はこっちの勝利だ。よくやったドラパルト。エースバーン、エースバーンって誰だ。トゲキッス君に決めた。エースバーン、誰だ、誰なんだ君は。俺は知らないぞ、何が効くんだ君には。炎なのか君は、タイプ何がタイプなんだ。原子の力でいこう。ノー、原子の力いけ、お、効果抜群だ、原子の力。よしよし、倒しきれる、ナイスだ。トゲキッス急所に当てたか、いいぞチャレンジャー。よし、チャンピオンのダンデはリザードンを繰り出そうとしている。リザードンだったら石炭山で勝負だ。行け石炭山、まだまだチャンピオンタイムは終わらない、終わらせない。お、出てきたリザードン。じゃあここはどうしよう、ダイマックスでダイロック、リザードンの本気を見せよう、巨大マックスタイム。お、投げた、おお、かっこいいリザードン、翼が炎になっている。こっちだってダイマックスだ、負けるもんか。いけ石炭さん、ほらいくぜ。強そう、何ダイロックだと、あ、効果抜群、こっちだってダイロックだ。同じ技で叩き返してやる、どやー。
やった石炭山チャンピオンとダンテとの勝負に勝った。おおおお、チャンピオンタイムイズオーバー。最高の試合にありがとうだ。どうなった？ふっ、ハイパーボールを持っている。あ、ホップだ。マスオくん、おめでとう。無敵のチャンピオンを倒した君が新しいチャンピオンだ。君という素晴らしすぎるポケモントレーナーを心の底から称賛する。君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。未来につながる今現在を俺たち大人もより良くする。さあマスオ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進め。自分たちが望む明るい未来を作るために。ガラルのみんな、今ここに新しい伝説が生まれた。マスオ、すごい力を持つものならどんな未来でも描けるだろう。マスオが見せてくれる未来、みんなで楽しみにしようぜ。おお、おお、素晴らしい。いやー、面白かった。ストーリーがいいね、今回のポケモン。って言っても俺ポケモン初代と金銀とあれしか知らないけど。いやー、あ、ストリンダーとゴリダンダーと、あ、これはたまたまこうライブをするポケモンがってことか。へー、ネズの、ネズ、ネズじゃなくて、あれなんだったっけ。いやー、ただ面白かったですね、本当に。チャンピオンがさ、こう負けた後のさ、なんか今回のポケモンメッセージ性あるよね。こうなんかさ、子供とかさが頑張るだけじゃなくてさ、より良い未来を、なんか大人がこう未来の子供たちにこうつなげるためにみたいなさ、そういうすごいメッセージ性を感じた。うん、わかんない、なんか僕がもし子供でやってたらそういうところには目がいかなかったのかもしれないですけど、もうだいぶいい大人なんで、そういうなんか未来へつなげるみたいな、そういうことなんかだいぶわかる、少しずつわかるようになってきた年頃だからね。いやー、でも面白かったな。この後どうなるんだろう。いや、でも寂しいね、ストーリー終わっちゃうの。俺好きだからさ、ストーリーやるの。いや、面白かった。お、 Thank you everyone って書いてありますね。おお、ウルーたちが、おお、 The endということで終わりましたが、ここからなんかあるでしょ、さすがに。お、え、おお、まだあった、伝説のポケモンがいた湖、あ、湖じゃない、泉。はい、ということで今回はこちらで終わりたいと思います。いよいよチャンピオンになったマスオ、果たしてここからどういう物語になっていくのかというのもね、改めてこうね見ていきたいと思います、次回ね。
まあこっからいろいろまた本当の意味でポケモンが始まるっていうのは多分ここからっぽいので、はい、ちょっとまあいろいろ次回もやっていきたいと思います。ぜひまた見ていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。面白かった。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。